crash. 映像ディレクターのバラードは自身が運転する自動車で正面衝突事故を起こしてしまい重傷を負います。相手ドライバーは命を落とし、助手席に乗っていたドライバーの妻ヘレンは大怪我を負い、バラードと共に同じ病院へ搬送されます。怪我が回復したバラードは病院内でヘレンと顔を合わせ、彼女に付き添う謎の男ボーンの導きによって妻のキャサリンと共に交通事故の衝撃にエクスタシーを感じるコミュニティに引き入れられていきます。2004年に公開され、アカデミー賞作品賞を受賞した同名タイトル、クラッシュとは全く別物ですので、お間違いのないように。人それぞれ性癖というものがありますし、その性癖に他人がどうこう言うつもりはないですが、この映画に出てくる性癖は、さすがにきつい。あなたが今まで見た中で、最も議論を呼ぶ映画というコピーで公開され、後のデビッド・フィンチャー監督のファイトクラブに影響を与えた作品とも言われています。ジェームス・ディーン、グレース・ケリーなど事故死したハリウッドセレブと同じ車、同じシチュエーションで事故を再現したり、交通事故が起こると現場に駆けつけ、事故車両や被害者の写真を撮り、浴場してしまう。コミュニティの仲間たちはみんな傷だらけで、ロボットのようなコルセットをつけている者もいたりと、異様な雰囲気。倦怠期のバラード夫婦が刺激を求めて未知の世界に足を踏み入れるわけですが、ちょっとエロい下着で夜の生活をとかのレベルじゃないですからね。命がかかってます。自動車事故は破壊的ではなく生産的な出来事だ。性的エネルギーの解放なんだ。大変申し訳ありません。その性癖はさすがに理解できません。皆さんシートベルトしっかり締めて安全運転しましょうね。当然ながら R18 指定超過激な映画という前評判からそういう目的で劇場に訪れた観客は別の意味で超過激な映像を見せられドン引きしてしまう事態に。ま、その中に私もいたんですけどね。 The Handmaiden。 1930年代日本統治下の朝鮮半島スラム街で詐欺集団に育てられた少女スッキは同じ詐欺集団で自称藤原伯爵から莫大な財産の相続権を持つ令嬢ヒデコを誘惑して結婚した後精神病院にぶち込んで財産を奪い取ろうという計画を持ちかけられます。計画に乗ったスッキは人里離れた豪華な屋敷で支配的な叔父の光月と暮らすヒデコの元で玉子という名の次女として働き始めるのですが、オールドボーイ、親切なクムジャさんなどのパクチャヌクが挑んだ R18 指定の超過激作品。日本統治下ということもあり、大半が日本語を話しています。韓国なまりのそこそこ上手な日本語で。冒頭、現在では不適切な表現があるものの、そのままにしております。といった内容のテロップが出てくるんですけど、再放送できない昭和のアニメみたいに差別用語を発しているのだろうと思ったら、お、とか、お、とか、不適切すぎる単語を連発します。この人たち、母国語じゃなかったら何でも言っていいと思ってるんでしょうか。屋敷の地下の座敷で男たちを招いて、ひで子が官能小説を朗読させられます。あられもない日本語を連発し、変な人形と絡まされ、聴衆は生唾を飲みながら、おお、これぞ、変態エンターテイメント。また、詐欺集団による計画の行方も気になるところで、中盤に大きなどんでん返しが待っています。その後、前半の内容を別視点で描き、さらなるどんでん返しが待っているという、究極の騙し合いの展開となっています。その過程で、献身的なスッキにヒデコが少しずつ心を開くようになり、スッキもまた騙す相手のはずのヒデコに心惹かれていき、そして二人は絡み合うように愛し合う。その時のやりとりは絶対笑わしにかかっていて、なんて上手なの。天性でございます。パクチャヌクは頭のネジ何本か抜けてると思います。Grave。厳格なベジタリアンの獣医一家に育った16歳のジュスティーヌは、両親と姉と同じ獣医大学に進学します。そこで彼女を待ち受けていたのは、上級生による洗礼。
動物の血を全身に浴びせられ、ウサギの生の腎臓を強制的に食べさせられます。それ以来ジュスティーヌは体に異変を感じるようになり、次第に自分の内に秘めた恐ろしい本性に気づくことに。血を全身に浴び、生肉を食べさせられたことをきっかけに、学食で衝動的にハンバーグを万引きしたり、冷蔵庫にある生のささみにかぶりつき、そして、ついには、人間まで。劇場ではオート用の袋が配られ、失神者も続出するなど、エクソシストと同じような現象を起こしたカニバリズムを題材にした作品なのですが、こんなに煽っておきながらなんですが、実はグロいシーンはそんなに多くありません。カニバリズムを題材にはしていますが、主人公の少女の成長物語とも言えます。思春期特有の心や体の変化をカニバリズムに置き換えて描かれています。監督はチタンでカンヌ国際映画祭パルムドール賞を受賞したジュリア・デュクルノー。これが長編デビュー作。随所に監督の美的センスが感じられ、ホラー要素とアート要素が融合した独特の感性を感じさせてくれます。全身に血を浴びるシーンはキャリーを想起させ、最も印象的だったのが上級生の洗礼で青い塗料をぶっかけられたジュスティーヌと黄色い塗料をぶっかけられた男子学生に、緑になるまで戻ってくるなと浴室に閉じ込められるシーン。黄色と青の男女が絡み合い、2色が混ざり合い、次第に緑色になっていきます。結局ディープキスでジュスティーヌが相手の唇を食べてしまいそうになって強制退場。ほろ苦い青春の1ページとなりました。最後までご視聴ありがとうございました。